はい、つぶです。今日は、ジャルジャルの福徳さんがね、結婚発表したので、ジャルジャルについてお話ししたいと思います。相方のね、後藤淳平さんはね、もともと結婚場所でお子さんもいるんですよね。なのに対して、まあ、同級生のね、36歳かな、今。福徳はずっと結婚してない独身のままだったんで、まあ、なんとなく言われてましたよね。一部界隈ではね 福徳はまだね、結婚しないんだと思って、なんだろうね、変な話、遊ぶのかなというか、絶対モテるでしょうしね、と思った矢先に一般の女性とね、結婚ということで、非常に驚きましたし、すごいなんか嬉しいですね。僕、ジャルジャル、めっちゃ好きなんで、YouTube チャンネルでもね、ジャルジャルタワーっつって、毎日ね、シュールというかね、ジャルジャルらしいネタを更新してて、本当に、まあ、本人たちも言ってますけど、腹抱えてね、笑うネタじゃないんだけど、なんか面白いなっていうね。たまに本当に腹抱えて笑いますけどね。それぐらい僕、ジャルジャルのネタがすごい好きで。まあ、なんなら、M1 にもね、よく、もう決勝にも出てて、もう漫才も大好きですね。はい。まあ、ちょっと話逸れちゃいますけどね。ジャルジャルは本当に、いわゆる型にはまらない漫才のスタイルなんでね。結構、審査員とか、まあ、なんか保守的というかね、まあ、昔ながらのコテコテの人たちからは、評価されない時もあったんですけどね。そういった意味で、ダウンタウンの松本さんはすごいなって。まあ、松本、ダウンタウン自身も、まあ、もともとね、多分、若い時に、ゆっくりのトーンでね、話すっていうので、まあ、ある意味、型にはまらない漫才をしてたので、まあ、そういった意味で、評価してるのかなって。結構、松本さんは評価高いんですよね。ジャルジャルに対して。だから、自分もね、多分、自分たちもその時はいろいろ言われてたと思うんですよね。そんなゆっくりな漫才でね。何がおもろいねみたいな感じで。まあ、ただ、今もね、まあシュールっていう風に片付けられちゃうというかね、なんじゃそれっていう 漫才でたまに言われちゃうんですけど、まあ、僕は本当に大好きですね。新しい型にはまらないスタイルをこれからもね、確立してほしいなって思います。本当におめでたいと思いますし、これからも僕大好きなんでね、ジャルジャル応援というか、まあ、はい、応援したいと思います。ウィス。